welcome to TGK Light Up TV! ということで、今年初のキーパーグローブレビューをしていきたいと思います。今年そういえばレビュー撮ってなかったなと思ったので、今急遽撮っております。はい、今年一発目のキーパーグローブはですね、こちらです。じゃじゃん！パン！エレボスですね、TGK が勝手に推してるグローブでございます。もちろんね、HO サッカーも好きなんですけど、グローブエレボスも結構好きで使ってます。はい、ということで、今回、ご紹介するのはエレボスさんのニュクス、面白い名前ですねっていうグローブモデルなのかな、のレビューをしていきたいと思います。もう実はもう結構何回も使ってて、使用感とかも今回はお話しできるかなと思ってのグローブの紹介になります。まずはどこから行こうかな。デザインですね、こんな感じです。真っ黒に、まあドシンプルですよね。ピンクでロゴと、まあネームが入ってると、こういう感じです。で、黒パームで、作りはこう、なんだろう、なんかあれに似てません？なんかナイキっぽい、なんかナイキってこんな細いバンドで、なんかこんなこう巻いてる感じじゃないですか、ここの外側とか、なんか似てますね、うん。ここがロールになってて、人差し指と小指もロールになってます。で、真ん中の薬指と中指がネガティブカットですね。で、ここの横はメッシュになってます。メッシュ。ではちょっとつけていきたいと思います。もうつけてるんですけどね。これ何号だ？これ7号です。はい、で、中にはシリコンも今回入ってますね。シリコンも入ってます。つけてみるとこんな感じですね。両手つけてみましょうか。で、今回のこのグローブはミドルモデルになるのかな。ペタペタする感じではないです。ペタペタしてないです、全然。でも結構厚みはあるので、クッション性は高いので、こうボールキャッチした時の衝撃とかはあんまり、その痛いっていう感じはあんまりしないですね。で、聞こえるかな。結構止まる感じの、キュッて止まる感じのグローブですね。はい、こうですね、こんな感じです。で、特徴は何だろうな。相変わらずやっぱりその日本人のために作ってますって歌ってるだけあって、フィット感はすごくいいですね。すごくいいと思います。で、ここに切れ込みが入ってるので動かしやすいですね。突っ張る感じは全然ないです。こう拳作った時とかにここが突っ張る感じとかもあんまりないですね。で、横にも切れ込みが入ってるので、こうパーはすごい広げやすい形にはなってます。ここですね。あとはまあつけた感じです。もうこれ完全に好みだと思うんですけど、私はですね、個人的に、まあ、若干小指が短めなのかな、このグローブはっていう印象ですね。なんかこう曲げられないまではいかないけど、ちょっとここ突っ張ってる感じがするなっていうのはあります。だいたいいつもサイズ感的には他の他社さんのグローブ、 HO サッカーもそうですけど、ウールとか、あとつけたことあるのどこだ、ナイキアディダスとかだと、だいたい7号だと結構指のところ余る印象で、6号だとちょうどいいんですけど、私多分これの6号つけたら小指多分ちっちゃいと思います。ジャストサイズのサイズをつけたらおそらくちっちゃいんじゃないかなと思います。なんで、まあフィット感もあるので、ワンサイズ上をつけてもそんなに違和感ないかもしれないですね。人によっては、小指がこうめちゃくちゃ長いぞっていう人は特に私とか、なんだろう、こう第一関節と、その薬指の第一関節よりも
まあちょっと出てるかなぐらいの小指の長さなので、別にそんな気にはならないですけど、たまにいらっしゃるじゃないですか、ここの第一関節よりもぐっとこう上にあの小指が長い人とか、そういう人はもしかしたらワンサイズアップしといた方があの安心かもしれないですね。はい、キャッチング自体もすごくやっぱりしやすかったです、これは。で、雨の日でも結構ピタッと止まる感じありましたね。結構雨の日にも使ったりしたんですけど、こんな感じですね。デザイン的にはちょっとかなりシンプルですね。なんでシンプルなのが好きな人にはすごいおすすめです。私の好みはどちらかというとこういうあの派手派手なやつ、あの他の人とあんまり被らないようなデザインが好きな私からするとちょっと地味だなっていう感じはしますけど、やっぱりあの黒、オール黒でピンクで色も映えててかっこいいなとは思いますね。色って大事ですよね。ピンクが好きなので単純に好きです、これは。はい、なんでまあこれはちょっとなっていう人多分多いと思うんですよ。これはちょっとなっていう人にこっちのグローブおすすめです。はい、そんな感じですね。はい、もし気になったら、かわいい名前もついてます、ニュークスですね、ぜひ使ってみてください。はい、ということで、今日の TGK ライトアップ TV はここまでです。もしねグローブのことに関してのお問い合わせ等ありましたら、DM だったりとか、LINE アットの方来てもらったらいろいろご紹介できるかと思いますので、ぜひそちらからコンタクトしてください。それではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!